ヒルズキャストラウンジ。ここヒルズキャストのラウンジでは、東京を面白くするアイデアを持った人たちをお迎えしています。今月のゲストは、こんにちは、ビジネスプロデューサーの藤巻幸雄です。5月に開校する日本元気塾なんですが、僕これからも日本人はね、もっと個が個人の突破力とか個人のこう求心力とか、やっぱり自分のブランド、自分をブランド化して、自分のこう考え方を武器に人を巻き込んで、新しい、その先ほど言ったような価値観を作っていく、そういうことが日本の活性の限界になるんじゃないかなと。やっぱり全てのことは現場で行われてるわけですよね。現場っていうのはいろいろある。物を作ってる現場もあれば、営業してる現場もあれば、いろんな人々が物を買ってる現場があると。現場の変化をやっぱり読み取って、それをやっぱりその会社にフィードバックしていくとか、それを個人の会社であれば、それを仲間と重ね合わせてですね、一つの形にしていくとかっていう、こういうことを僕の塾では教えていきたいなと。あとそれが結果やっぱり人脈を作ってね、人脈作ろうじゃ作れないと思うんですよ。やっぱり個人に魅力があって、その魅力にまた人が集まって、で魅力が結集されて、でネットワークができて、なんかできた時にはなんか自然とね、こんなことやってみないっていう、これがすごくいい日本らしい精神なのかなと思ってるんで、そういったことを日本元気塾ではこうアピールしていきたいなと。もっと立とうぜと、ピンで立とう、求心力持とう、元気になんか喋ろうよと、やってみようって、こういうことをやりたいですね。この CM はポッドキャストでも配信しています。また読めるラジオのページもご用意しています。森ビルのウェブサイトヒルズキャストへどうぞ。東京をもっと楽しみませんか？森ビルです。